がとうございます。おはようございます。割れちゃった。昨日ちゃんとこうやって上からドライヤーかけた。割れちゃったよ。たかし髪押し髪をありがとうございます。髪で押してくださってるから割れちゃったよ。神押し、神押しね、すごい。そっか、神押しとかあるんだ。いっぱいいるな。昨日の夜、髪伸びたよね。え、そうですよね。嬉しい、私今伸ばしてるから。最初の時こんなぐらいでしたよ。好みだ。あ、寝癖やばい。たかし髪髪押しいろいろやる。シャンプーの CM 出ませんか。いいですか。うわー、いっぱいありがとうございます。今仕事中な。おお、みんなみんな、ありがとうございます。今日も可愛いね。ありがとうございます。今朝もか。たかし楽しい。本当ですか。嬉しい。たかし楽しいってあんまりいないかも。嬉しい。昨日ですね。あ、うん？虹？ありがとうございます。もっと聞きたい？うわ、ありがとうございます。びっくりした。ありがとうございます。わ、100回目。ありがとうございます。そう、あの、あ、せこし、おはようございます。ます、あの、昨日髪の毛を乾かしてたら新たな発見をして、あの、ドライヤーの、なんて言うんですか、風出てくる口の部分あるじゃないですか。なんて言うんだろう、こうドライがこうあって、ここの部分があって、この口の部分がなんか回ったんですよ。吹き出し口、あ、そう、それかも。ありがとうございます。吹き出し口が回るってことに気づいて、 回したらめっちゃ楽だったんですよ。髪の毛乾かすの、え、あれ、え、私の前のドライ回んなかったかも。え、回ったのかな。え、あ、え、あ、100回目ありがとうございます。え、あれあれ、意外と普通だった。あれ、そうだ回るんだな、これが。あれ、なんだ、え、あれ、そうだった。え、結構ちょっとどやろうとしたんですけど、あれ、そうだったの。え、あ、そうだったんだ。なんだそれね。そう、あの、上からこうやって乾かすと結構ストーンっていくから楽で、こっち向きで、これをこの時は横にしてやって、前髪の時はこれをこっちにしてやったらめっちゃ楽。え、みんなに豆知識的なものを提供しようかなとか思ってたのに、なんだなんだ、みんな知ってたのか。
レベルアップですね。ありがとうございます。回るんだ、知らなかった。そうですよね、ありがとうございます。言った回がありましたわ。学校で自慢したら恥ずかしいやつ、あぶね。ここで自慢しといてよかった。高橋の豆知識助かみんなユアの扱い方なんか上手なんだけど、すごい。なんだよなんだよなんだよ。ドライヤー結構変えたばっかっちゃ変えたばっか。いつだっけ、いつ壊れたんだっけ。今日みんなに教えますね。やめてくださいやめてください。いつ、1,2 ヶ月とかそんな方かな。あれコンサートの前だったかな、あれぐらいかな多分。豆知識、自分の手をグーにしてみて、それが自分の心臓の動き。うわー、意外と大きいのか小さいのか分かんない。あーでもなんかちょっと心臓っぽいかも。え、ここにあるんだ。うわー、あでも意外と思ってたより小さいかも。引き出し口にコットン貼り付けて香水染み込ませておくといい香りの風が出る。すごい豆知識。すごいいいですね、それ。めっちゃいい匂いの人になれそう。ふわーみたいな豆腐は大豆からできている豆知識。確かに豆知識。失礼。なんかお腹空いてきた。え、お腹シシャモ食べません？多分私今日シシャモかな、多分。一緒に食べますか？豆の知識はタチウオガ成分が難突にして。確かにそうですよ、タチウオガに教えてもらわないと。あれ美味しいんだよな、あのキムチ、キムチの油揚げも食べたこと、油揚げも食べたことあるんですけど、美味しかった。キムチめっちゃ美味しかった。キムチが一番好きだったかもしれない。めっちゃ美味しかった。もう一回食べたいな。一緒に食べましょう、食べましょう。ししゃもと、なんだろう、なんだろう、私何食べてるっけ。シャモと、あ、今日はこんにゃくがありますね。今日はこんにゃくがあります。油揚げにキムチ納豆でっぱ、キムチ納豆か。あ、ねえ、昨日アルビ買った、やった。あ、フォローありがとうございます。でしょ、逆転。コミ選手めっちゃ決める、すごい。タチョンガにあったので新作に高橋の出演お願いしておきました。ありがとうございます。すごい。私タチョンガさんから認知いただいてるってことかも、かもしれないってこと。頭の ここら辺にちょんっているかもしれないってこと。すごいんだけど、
練習してきますね、戦い。あ、100回目ありがとうございます。なんか今日めっちゃ100回目、こんにゃくは煮物みたいな、そうそうですね、何役、怪獣役みたいな。まさかヒーローじゃなくて。え、ジョンがたかしのことよく知ってて、え、どうしよう、え、嬉しい、嬉しい、いやいや恨み。なんだっけ、何恨み、コウモリ恨み、いやいや恨み、やばい、トチオンガと戦う、トチオンガ、マリさん、マリさん、私の妹結構大塚さんのことをマリさんって言ってる、ナチュラルにマリさんって呼ぶんですよ、マリさんさって言って、おはよう、おはよう、あ、天気側のまさかのね、もう顔あれじゃないですか、もうめっちゃ中の、本当に中の戦う人みたいな、毘沙門堂でのバイト役とか、え、バイト役したい、マリさんに近づいて裏切る悪役、待って、私って悪役系の人だった、卑弥呼さん、そっか、じゃあちょっと悪役も練習しないとな、飛ぶ敵が出てきたら言うた、うわー、飛びたかし、まさかの飛びたかしデビュー、飛びたかし映画化、お、今日うまくないですか、ちょっと上手な気がする。最初悪役で改心して仲間になるみたいな、あ、敵で入ってくれるな、油揚げよこせ、油揚げよこせ、うわやめろ、油揚げは私が守る、でマリ、マリさん、油揚げ、油揚げ、でんたかし、うわー、仮面ライダー的な、あー、最初の最初敵だと思ってたけど、結局仲良くなって、仲良くなって、あのオープニングに途中から入ってくるタイプの仲間、あの、え、わかりますか、あの、あの、わかるかな、あの、特急ジャーって皆さんご存知ですか、あの戦隊もの、ししゃも女王、特急じゃスーツアクター、私13ができちゃう、おー、そうなんだ、10ん、あー、旗はブンブン逃げる、あ、わかるわかる、え、嬉しい、そう、あの特急じゃ、特急じゃ、あのオレンジいるじゃないですか、特急6号が途中でオープニング入ってくるときに、こうなんかすごい集中トレインみたいな、こんな感じでなんかグオーンってなるんですけど、その時にこうやって、こうやってポーズ決めてるんですよ、こうだったっけ、え、こっちだったっけ、小柄でキレのある動きのできる人が敵役、あー、敵役だ、西野はあかり、え、待って、やばいやばい、そうそう、みんな結構かっこよく、なんだろう、なんかほうみたいな、ほうみたいな感じ決めてんのに6ってやってるから、可愛くて、可愛く、可愛くてっていうか、西野明、うわー、うわ、懐かしいかも、すごい、
あー97日ありがとうございます。二児のあきらさんか。失礼。いやそうあのすねると体育座りになって体育座りになってこうやって端っこでウィーンってやってるみたいな。懐かしいですね。結構私の青春なんだろう、私の戦隊もの人生の結構あみっちゃんみっちゃんだ、待って、そうだそうだ、みっちゃん、あ、待って、これ別、あれ時計じゃじゃない、あれ違うじゃん、あれすごくいろいろ本があった、カペリンって魚、名前の魚、みゆみさん、そうですよね、みゆみさん、かわいい、みっちゃん、獣王ワールド、あ、獣王ワールドか、わハリケンジャー、ハリケンジャー私見てないかも、ハリケンジャーか、今モモレンジャー、あ、違う、あ、違う、モモレンジャー終わったのか、モモレンジャー終わって、なんかなんだっけ、なんかここに丸がある、なんだっけ、車みたいな、ん、車だっけ、真剣ジャーか、真剣ジャーあれかも、昔スペシャルみたいなやつで見たことあるかもしれない、あ、ブンブンジャー、ブンブンじゃん、なんかここに丸いのはありませんか、今の人、うん、あとキューレンジャーとか見てました、キューレンジャーとか人数なんか大体5人プラス1とかが、あ、タイヤかが結構5人プラス1が多い感じじゃないですか。でも9連じゃ結構9だったから楽しくて面白かったです、ね、9連じゃね、あとあれですね、なんだっけ、ルパン VS 警察みたいな、あれなんだっけ、やばい名前忘れちゃった、なんだっけ、パトレンジャーだ、パトレンジャー、ルパパト、それも楽しかった、なんか新しくないですか、これ3対3っていう、いやでもなんかすごくあれ結構好きでしたね、最後感動した記憶がある、なんだっけ、なんかお兄さんと再会するみたいな感じじゃね、なかったでしたっけ、お兄さんと再会、ルパンの青の人がお兄さんと再会する、あれなんだっけ、でもなんか面白く、え、そう、え、そんな感じですよね、なんかね、なんかそう子供向けなのかなって感じなんですけど、なんかすごかった気がする、え、もう一回見たいな、見れるのかな、ルパレンジャーのイエローがモートモームス、すごいすごい、あとなんだっけ、あー見えるのか、メンバーのペンライトカラーで戦隊も、したい、戦隊も実は親も楽しめる説、え、ありますよね、
仮面ライダーで言うと私エグゼイド見てましたね。仮面ライダー俺に切れないものはない、あーむってやってるやつ、あれにニンニンジャー、ニンニンジャーの時にニンニンジャー大好き私、ニンニンジャーあ、ニンニン、いや、ニンジンニシャー好きだ、うん、ニンニン、マジレンジャー、マジレンジャー分からないです、いるんだアベレージちょっといそう、日暮らしのお兄ちゃん、分かんない、マジレンジャー魔法使い、おあマジマジックマジマなんだマジカル、あ違う、マジックマジレンジャー渡辺さん、お疲れ様でありがとうございます、おはようございます、へえすごい、いろいろ楽しい、マジカルバナナ、マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらレモン、レモンと言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったら海あダメだ違う、酸っぱいじゃないよ、炊飯じゃ、あいや待って一瞬騙されました今炊飯じゃゲーム大事だよね、冷蔵庫、鍋敷き、お玉、炊飯じゃポチみたいな、わかんない、ごめんなさいごめんなさい、海しょっぱいでしたね、来月のおしゃべり指定に新しい洋服買う、あ買おうと思って、えそうですよね、弱そうで新しい服何買おうかな、えでも夏、夏ですよね、え上がよく見えるのかな、だったら上ふわふわみたいな感じ、パトレンジャー海、う、う、犬が出てるやつ、トレン犬、あれ犬出てましたっけ、行くぞ高速だけピッ7分で炊けるぞ、下パジャマさすがに、えでも上が結構ふわふわした浴衣か、コスプレとかする感じなんですかね、えどうなんだろう全然わかんない、マジレンジャーの歌が好き、そうなんですね、聞いてみます、聞いたことないかも、マジレンジャー多分企画炊飯ジャーっていうのを作りたくて、アナさんとお揃い、おお一方的にお揃いにしようかな多分、え別にえいやえおえおそろえとか言ってくるから、なんで結局夢見たんだけど忘れちゃった、なんだっけな、えでもなんか知り合いが出てきた気がする、あなんだっけな、顔の部分が炊飯器、おお結構頭でっかち的なドーンえこれ開けると何が出てくる、銃とかここから出てくる、パシッパそうですね、そう私は今日あのコスメの話にしようとしたんだけど
戦隊もの話してた。頭からご飯飛ばす、僕のご飯を食べ、あ、それアンパンマン的な。ほら元気がないならおにぎりを食べなさい。はい、コスメスペシャル、そう待って、あ、待っててくださった。そうコスメスペシャル、あのなんかそう最近そうコスメのポーチが結構パンパンになっちゃってて、意外と使わないのあるかもなみたいなになってて、コスメスペシャルでこう入れ替えをしたんですよね。活躍しそうです。そうそう、だから私は思ったんですよ、あの1個のアイテム、例えばその何ですか、何だろう、アイライナーとか、ここの線引くやつですよ。ご飯炊けたよ、変身のセリフはご飯炊けたよですよ。パカ、ご飯炊けたよ、炊飯じゃご飯にカビが入った。ご飯にカビってなかなかじゃないですか、あんまりない。あ、今はポーチウェアです。でもそう思ったんです、そうあの1アイテムなんですよ多分必要なのは、あのアイライナー、まあ、でもアイシャドウ、うん、そうだからあのリップとか結構飽きちゃうから、ちっちゃい本当にミニサイズって本当にちっちゃいやつがあって、これぐらい、この部分ぐらい、この半、こんぐらいすごく小さいコスメがリップがあって、多分それだとちょうどいいんじゃなーって思って、でリップは本当に難しくて、あーそうだ50分だ本当だ、あのプルプルになるかと色が可愛いかと、プルプルになるけど髪の毛をこうやった時につかないかっていうのが結構大事で、リップは結構まだ迷い中です。色もね、そう色が自分に合ってるか分かんないか、使わなくなったリップはまだ間に合った。まだないかも。あ、でも妹にあげたことはありました。でも本当に特別な時だけにしなって言いながら、うごめんお仕事に呼ばれてしまう、あー全然、これから誕生日来ました。13位、ケータンのカレーさんありがとうございます。12位高尾さんありがとうございます。同じリップにする何でしたっけ、 BBIA みたいな、なんていうものか分かんないけど、ビアーかな、ビアーの06番です。ビアーの06番あるかな。11位なほこちゃんありがとうございます。10位マーチさんありがとうございます。9位イチョールさんありがとうございます。8位ナッチ0617さんありがとうございます。7位ロイエディシさんありがとうございます。6位アベポキさんありがとうございます。5位てるてる坊主さんありがとうございます。4位埼玉のおじいちゃんさんありがとうございます。3位デケ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 じゃん、おじゃさんありがとうございます。2位デケ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 じゃん、みーさんありがとうございます。1位はデケ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 じゃん、ケロちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりの連番、本当に仲がいい。週末に見られるおすすめのアニメありますか。鬼滅の刃です。鬼滅の刃めっちゃ感動、もう、うん、ハートワーミングだっけ、感動ってなんだっけ、
鬼滅の刃ね、私そうそうテスト期間だったからさ全然見てないんですよ今のあの柱稽古編めっちゃ噛んだ柱稽古編もう絶対見ます。もう私もめっちゃ見たくてもううずうずしてるんです。はい、柱稽古編です。ハートウォーミング、あ、ワーミングじゃない、ウォーミング、嫌だ早く見なきゃ。そう、仮面ライダーもブンブンジャーも NGT48 わあ、ありがとうございます。そう、始まったのがちょっとテスト期間ちょい前ぐらいだったからそう、ギリ見れなくて今日見ようか。え、ちょっと私も見るのであの一緒に感想わーってやりましょう。待って、推しの子始まるの？私推しの子もちょっとだけかじってて、いいですよね推しの子、なんかさすごく楽しい。え、推しの子み、え、待って、いっぱい見たいのがある。あ、待って、どうしよう。あ、 Thank you for the anime リコメンデーション。あ、だ、難しい。おすすめしてくれて、いや、こちらこそ、いや、いっぱい 見たいものがいっぱい思い出してよかったです。推しの子面白いですよね。え、でもなんか途中で終わっちゃってる、私の見てるところ。え、また配信されたのかな。ちょっと見ます。ありがとうございました。バイバーイ。